ありがとうございます。ありがとうございます。負けてるやん、お前。俺差別しよった。沼丸わかんないですけど、沼玉クイズにして。いや、怖い。何ですか？ベストフレンドじゃん。いいんですか？レノマルとあんな、いいんですか？こんなのもいただいて嬉しい。ありがとうございます。これからもレノマルと仲良くしたいと思います。よっしゃー、よっしゃー。悔しい。梅木さんは何でした？ですね、フレンド賞です。どうですか？ちょっとコメントを読ませていただいたんですけど、あのクイズに正解しました俺。で、素晴らしい成果を収めましたが、ここです。問題は、美味しいところを神垣選手に持っていかれてもっと頑張りしましょうでした。これ納得いかんっす。俺の方が、動画見ていただいたら分かるんですけど、俺の方が絶対仲良かったっす、まあ、なんでちょっと悔しいっす。やっぱでも、まあ、間違えてしまいましたけど、まあ、それを機に俺はもっとレノマルのことを知れたし。だってレノマルのことなんて言ったん？あの、可愛いし。チェンチェンス。あの、マジで大好き。レノマル何の動物やと思ってたん？大好きです。え、ライオン。おいおいおい、あの、本編見てください。すべてわかります。ライオンです。彼が言ってたことが、まあ、やっぱもっと愛を伝えてないから愛よね。そう俺は結構あの時伝えたから、間違えちゃったけど、愛はあるよってことは。負けてるんで、そう頑張ります。あざした。じゃあこれからも仲良くしてください。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、じゃあ今から橋本選手に俺までベストフレンド賞授与したいと思います。はい、どうぞ。ありがとうございます。ありがとうございます。待ってください、しっかり。もうこれ負けてるやん、お前。あんだけ俺、可愛い。え、そうなん、これかそういうこと。エルマル差別しよった。次回参加予定の。いやいや、関係ないって。いや、俺絶対ちゃう。瞬間2人で、はい、いや、沼丸わかんないっすよ。沼玉クイズにしたいっす。いや、怖い。いや、怖い。怖い。沼玉のことは何でもして。怖い、マジ怖い。なんで見ないの？見てない。なんで見ないの？いや、見てないって、それ、なんでで、その、あれ、あの、なんで見ないの？ジョージが後ろ行くやつ。今日見ない。今日見ないとかじゃなくて、普通にあんま、グッとこうと思って。違う、絶対ダメですよ、これは。あかん、あかん、あかん、流しましょう。あかん、あかん、あかん。